ごど一発バンフォールチャンネルを始めたいと思います。それ前節ちょっとやれなかったんですけど、本当に申し訳なかったです。まあちょっと時間がなくてできませんでした。で結果もね2対1という悲しい敗戦になっちゃったわけですけど、今回は大人なガリガリ君ミックスベリーを食べながらしっかり試合前の後藤一発の予想スタメンから始めてみたいと思います。まずゴールキーパー岡西です。もう川ちゃんが悪いとかそういうんじゃなくて、もう最近点取られすぎで、彼のなんて言うんだろうな、キャリアにも傷がつくというか、一旦ここ変えようみたいな、で2番手が不在のチームっていうのは本当厳しくて、ゴールキーパーでいうと2番手は本当にいつでも行ける状態にしとかないといけないから、でここまで公式戦1分も出てないっていう人が、川ちゃんがいきなり怪我した時にどうだってなったら、厳しい感じになっちゃうから、大宮でもさ、南が怪我して、で次の人も肉離れかなんかやっちゃって、でフィールドのプレイヤーがキーパーやったっていうのあったけどそんなことはまあめったにないんだけど、やっぱ第二キーパーがやっぱいきなり出ちゃって、南の後釜でいきなり出ちゃっていきなり怪我しちゃった、ロングキック蹴って怪我しちゃってるから、そういうのないように、2番手はしっかり小泉かなとか思ったけど、ここは岡にです。だから今日川ちゃん行ってないと思う。岡にが先発で、まあ控えに小泉がいる感じかな、でボランチじゃなくてまずセンターバック3枚新井です。もう今日はやってもらおう、キャプテンやってもらおう。で右に、やっぱりターンオーバーつって、まあ、中3日なんで、で週末にはまた甲府でホームの試合があるってことで3連戦真ん中、今まで出てきた選手あんまり使いたくないです、実際で。良かったことに、まあ上位チームではないという、今日の対戦相手秋田に関して言うと、いやここでターンオーバー使えるっていうのは、まあ今まで試合出てない選手の試合感を取り戻したりとかやっぱりシーズン長いけど、やっぱりスーパーなうおっていう来たみたいな選手が、やっぱりスター選手がやっぱり出てこないと、やっぱ連勝とかにもならないし勝てない、一個やっぱスーパーのプレーがヴァンフォーレ側が出ないと今勝てないと思って、なんで今日は荒いっす、間違いなく荒いっす、もうちょっと今までのボンミスとかじゃなくて、もう全てを背負って荒いがやってくれます。で右がそう、チャタンだね、北谷、そろそろもういいだろう。チャタンの高さ今まで全然使えてないから、試合に出てないから、いや甲府にはまあ今日対戦する小柳だとか今津だとか、まあ去年だったら良太郎とか、もう競り合い強い選手とか背の高い選手っていうのはいたんだけど、今ちょっといないから、まあ、ここはチャタン、いやもうコーナーキックからチャタンみたいな、まあ守備の面に関しては相手はロングキック入れてくるのに対しては、まあチャタンは全然やり合えると思ってるんで、チャタン左むずいな。左は新しい選手三浦とか使いたいんだけど、もう元気だし、もうほんとここもう育成枠だね、ノリック若いし
全然まだまだいけると思う。で、前回の試合の反省点とかをもう辰馬が最後に用意した試合だと思って、ノリックで、で、ボランチが石川と秀丸だな。やっぱ山田はベンチ外、まあ凪は連れてってると思う、けど今回も今回はまあ秀丸と、石川です。もう彼らのダッシュ、もう相手がロングキック入れてきて跳ね返しました、ディフェンダーが、新井が跳ね返しました、そこ拾うの誰って言ったら、もうザ回収、ノリックとノリックじゃねえ、秀丸と、もう石川しかねえな、ここの回収は、この2人でダメならダメだよ、だからそこは間違いないと思う、秀丸でいくと。で、右がまあ元気いっぱい須貝、前だけど関口が大体右あるね。で、左が須貝だね。ここの両サイドはもうじゃんじゃん使っていい、やってくれると思う。荒木がね、やっぱ前節早い時間に負傷交代っていうのもあって、まあ鼻の骨折れてるとかで、なんかフェイスガードしてとか、そんな感じもなんかあんまりしなくて、それだったら秋田で行かないで甲府で、ちょっと休みながら練習した方がいいと思ってるから、無理して荒木は連れて行かないと思って、で2シャドウで、ここもまあいい感じで元気な取り替え、と、順馬でしょ、まだいけるっしょ、全然元気でしょ、ちょっと空回っちゃってんのかな、まだまだいけると思う。その前の前の試合でちょっとね、相手からしたらファールじゃねえみたいな、そういうのもあって、決勝点じゃないか、同点ゴール決めたのもあったけど、だけどで、前回全然良くなかったから、ちょっとまだ波があるけど、順馬あれ3試合連続ゴールとかやってたよ去年、あの順馬がそろそろ帰ってきてほしい。なんでここは2シャドウは取り替えと順番だな、2人ともまだ能力発揮できてないね、もうそろそろ来いよみたいに、願い込めて。で、ワントップは、まあ、三平も連れてきたくないから、まあ長谷川とかも連れてきたくないから、まあリラですね、で、リラもやっぱりここまで点取れてないと自分もちょっとドキドキしちゃうし、で、ブラジルから来た、今日ね、ベンチにいていいんじゃないかなと思った、ブルーの11番初 J、 まあ出るとしても15分ぐらいだと思うけど、まあそういう助っ人外国人の、まあリラからしたらライバルが来るわけだけど、そこの前で前半のうちに1点2点取れる人だから取ってもらって、で後半拍手で交代でね、でお披露目大会でね、ブルーノの、な感じなんで、今日は岡に新井チャタン、ノリック、秀丸、石川、右が関口、左が須貝、で、2シャドウが鳥海と、順馬で、ワントップリラ、で、サブに、まあ、岩名、と、あと三浦、林田とか、尾身は行ってないな、あと、まあ、
あと、ナギ、松本もいるんじゃないかな。若いし。うん、そうだな。うん、イワナはまだでしょう。まだ出ないでしょう。うん。うん。まだ出ないと思うな。だったら、菅井を先発にして、ワン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 やって、後半4位ぐらいで考えた方がいいと思うんだな。そうだな。ツーシャドウ。ああ、そうだね。まあ、あと、飯島。飯島は、うん、いいよね。まあ、見たい。彼は、うん、すごいできるんじゃないかなっていう。1年目の鳥海超えるんじゃないかなぐらい持ってる、あの構成は。うん。あと、中山とかは、ちょっとまだだな。うん、陸もまだかな。まだできてないかな。なんか、ボールをキックしてるっていうか、写真が1枚 SNS 載ってたんだけど、あーっつって、この蹴り方してる時の状態は良くないし、彼はあのキックをする、あの写真のようなキックをする選手じゃないというか、うん、彼の、持ち出せる力で、やってないっていうかね、そこを写真撮られちゃってる、そこじゃないんだよみたいな。だけど多分練習からもそこら辺そういうことばっかやってんだろうなって思うと、ちょっとまだ無理かなっていう、うん、まだ難しい。もうなんかちょっと斎藤佑樹っていうかピッチャーの、うん、なんか、うん、出だしはすごい、あれはルマンカップとかですごい活躍したんだけど、うん、ちょっと早熟系なのかなっていうのもちょっと思う。うまいし、すごいセンスの持ち主で、7番引き継いだぐらいだから、まあ、それだけ期待はされてたんだけど、ちょっとみんなの期待も、なんかこの人一発ギャグがすごいんじゃないみたいな、そっちに行っちゃってるし、うん、あー疲れた。まあだけど今日はね、そろそろね、上位陣との戦いはちょっと一旦終わったと。でここから、まあ今日挟んで仙台大宮って続くけど、まあ強いけど、だけどもうJ1 に行くんだったらそろそろじゃないっていう、エンジンかけてこうよっていう意味で、うん、こういう時いいターンオーバーになれば、うん、連勝につながると思うから、今日いいプレーした選手、いつもベンチスタートの選手とかが今日活躍してヒーローになると、来週、あ、週末の、試合先発とかもあるかもしれない。でそこでも活躍すると、もう完全にその3試合目になったら絶対先発になるから、うん、絶対。だからここで見せて、で次でまた見せて、それで3戦目からはもうお前のチームだぐらい言われるぐらい、長谷川よりもやるじゃんみたいな、待ってましたみたいな、そういうヒーローが今日出ないとちょっと難しいかなっていう、うん、思ってるんで、今日は本当に若手たちのチャンスもあり、まあみんな勝たなきゃいけない試合だっていうのは分かってると思うから、たまぎわなんてもうプロなんだから当たり前で、まあ相手のロングキック拾って両サイドから、うん、そうだね。まあ本当リラに点を取らせて、もう取らせ癖みたいのをつけさせるのもすごい大事だし、そうだね。あとブルーノにもすごい期待してる。で今日はまあとにかく新井がもう死に物狂いで守ってくれれば、もう攻守にわたってって感じかな。新井ですよ、今日も新井の日なんで、新井がやってくれると。もうオミは今日は休めよ、うん、間違いなく週末に備えてろ、うん、今日はもう秋田にいないでほしい、うん、そう。
それは思うな。ほんと。そんな感じで今日は、まあセットプレーからチャタンとかあるかな。チャタンとアライあるかな。うん。あとはまあ、やっぱリラだな。リラ2点。リラ2点。前半で2点。リラ1点。まあ PK とかそういう、PK とかチャンスがあればな、そのこっちにヴァンフォーレにとって願ってもないみたいな、うっそーみたいな、そういうのもやっぱ出てくると、まあ本当にあの去年の強かったヴァンフォーレ帰ってくると思うから、そういうのもあってみたいな、うん、1点も取られないでゼロで完封することがオカニーにとっても財産だよ。え、次どっちで行くみたいになっちゃうから、オカニーも大事だから、今日2-0行きましょう。2-0行きましょう。そんな感じで、この後、あと15分もすれば、スタメン予想発表されるんで、まあ、その前に取れて、よかったです。まあ、今日、本当に、ちょっと秋田には行けないですけど、秋田に行ってるサポーターの皆さん、よろしくお願いします。選手も頑張ってください。吉田達磨、そろそろ行こうぜ。よろしくお願いします。ヴァンフォーレチャンネルでした。